ヒラの仕様のキャップ、なぜバカ売れ広報者が明かすファッションの新たな流行。ファッションと音楽、それに加えてヒラの仕様の魅力。これらが融合し、新たなファッショントレンドとして急浮上しています。今回は、ヒラの仕様が着用した、アトモスピンクヒケイクルリーハタヒケイクルヌエラのコラボキャップに注目し、そのバカ売れの理由を探ってみましょう。 ファッションと音楽のクロスオーバー、平野潮は音楽イベントで活躍する新しいグループ、ナンバー・ I の一員として期待されています。彼の音楽への情熱はファッションとも密接に結びついており、その結びつきは彼のファッションセンスにも現れています。キスへの T シャツとアトモスキャップ。 平野が着用したキスへの T シャツは、キッズホップ映画、ジュース 2K を表したもので、現在販売されていない希少なアイテムです。また、彼はアトモスピンクのコラボキャップも着用し、これがファンの間で話題となりました。アトモスピンクのコラボキャップの魅力、アトモスピンクのコラボキャップは一瞬でファッションの注目を浴びました。 その魅力は、リーハタとジュエラトップのコラボレーションであり、その限定性から来る希少性にあります。平野の仕様の影響力、平野のファッションセンスは一般的なものとは異なり、高級なアイテムやハイブランドの服を身につけています。彼の着用するアイテムはファンにとって特別なものとなり、多くの人々が彼に共感し、彼と同じものを手に入れることを望んでいます。 アトモスピンク広報者のコメント、アトモスピンクの広報担当者によると、ヒラの仕様の影響でコラボキャップが再販され、数多くの受注があると述べています。リーハタさんのファンだけでなく、ヒラの仕様のファッションへの影響力も大きいため、このキャップはバカ売れとなっています。音楽とファッションのクロスオーバーは、新しいトレンドを生み出すことができます。 平野市用のファッションセンスが彼のファンに強い影響を与え、希少なアイテムがバカ売れとなっています。ファッション愛好者や平野市用のファンにとって、彼のファッションは今後も注目の敵でしょう。